結構イベントをオンライン化するっていう言葉にしてしまうと結構いろいろ語弊が生まれちゃうかなと思っていてあのー、オンラインの良さっていうところを生かすとやっぱりそうオンデマンドとか例えばイベントのオンラインっていう言葉で言ってしまうと例えば最大のイベントってやっぱりテッドだと思うしでそれって何年か前の セッションなんかが今もう3000万回以上再生されたりしてるのもいくつかあったりしてそれって普通に考えるとねイベントってじゃあこのイベントに3000万人が来ましたってあり,ありえないしでもじゃあイベントってちっちゃいものなのかってぜそうじゃないし要は測るメジャーがあの違うものだよねっていうところでオンラインの良さで言うと,ちとやっぱりロングテール的なものリアルと で実現できないようなロングテール的な視聴スタイルとか参加スタイルだと思うので、まあ、その辺はオンラインで,でまた別にそのミートアップとか、えー、出会いっていうところはあのまあ合わせないと時間を合わせたりとかっていうところが必然的に出てくるので、まあ、そこはあのまだまだリアルにかなうあの ツールは出てるけど人間の方がまだ追いついてないなっていう印象があってなので結構オンラインでのミートアップで苦労してるのはツールはもう大概あるんだよねあるんだけどあのそこに人がまだそれに慣れてないというか追いついてないという状況だけかなと。 持っていていやっぱりその体験価値っていうデジタルだとコピーできないものっていうものはリアルにあるので,でなんかそれ擬似的にこれ実現しようとしてるのは、まあ、コロナ禍っていうのもあるけど例えばクラブハウスとかもそうであれはあのデジタルなんでコピーできるんだけど規約的に録音しちゃいけないとかコピーしちゃいけないっていうあのその場の体験価値を疑似的に作ってるだけであってデジタル的に言うとう録音もできちゃうわけで。 うん、で言うとそこはなんかその今盛り上がってるのは、まあ、そこに飢えてたというかやっぱ体験価値その場所にしかいなきゃ得られない価値みたいなものをデジタルだけど技術的に作り上げたクラブハウスっていうのはその辺がちょっと。 あのー、今だからっていうのあるのかもしれないですけど、みんなうそれを求めてたのかなっていう感じはしてますね。だからま,あ、まとめるとあのツールを生かせインターネットを使ってオンラインでっていうところと、まあ、別物にと考えて組み立てて、えー、それぞれのよさっていうものを何をゴールにするかというところで実現できるものっていうのは、また違った形であるかなとは思いますね。